大相撲の危機、大関消滅。大相撲の世界は番付がすべて、横綱を頂点に約700人の順番が一人一人ランク付けされています。その中で再来場所には横綱の次の地位大関が一人もいなくなる可能性があります。というのも横綱は陥落はないのですが、大関は2場所続けて負け越すと陥落してしまいます。過去に大関がいなくなったことは大相撲300年の歴史の中でも2回しかありません。現在の大関は2人、貴景勝と正代。この2人はこの初場所で貴景勝は休場、正代は負け越しとなってしまっています。貴景勝も負け越し扱いなので2人とも負け越し。もし来場所2人とも負け越すと、再来場所には大関が1人もいなくなってしまうのです。現在関脇の御嶽海も大関昇進を目指していますが、もし叶わずに来場所2人の大関が負け越してしまった場合、大相撲から大関が消えてしまうのです。まあ実際は貴景勝と正代が2人揃って負け越すことは考えにくく、御嶽海の大関昇進もありえそうなので起こらないとは思いますが、でも怪我などもあるので絶対にないとは言い切れません。